ベーマ製材、モクスペレット製造販売、住宅の機密測定、群馬県産材を始めていたします木材販売の福島商店です。今日も一日お疲れ様でした。朝からですね、曇ったり雨が降ったりという天気で、先ほどですね1時間ぐらい前でしょうか、すごく激しく、渋川地域雨が降りましたけども、今はですねすっかり上がってですね、西の方から、太陽の光がですね漏れているというような、そんな天気の状況であります。昨日からプロ野球ですね、5000人までということで、観客を入れての試合が始まりました。新聞の見出しには感染なき感染の工夫というようなタイトルが出ておりましたけども、うまいこと言ったなというふうに思います。この後ですね、久しぶりの野球を見たいなというふうに思っています。ベーマス製材のこと、木質製材のこと、木質ペレットのこと、住宅の機密測定、VOC 測定、群馬県産材のみならずですね、木材に関すること、何かございましたら、福島商店までお問い合わせください。